はい、皆さんこんにちは。中図大学、今月の講義を担当しています琉球大学附属図書館の前田由紀です。それでは早速、今回の講義資料の方をシェアしたいと思います。今回は沖縄を知る第2回琉球王国と琉球諸文丸2ということで、前回は近世の琉球王国ってどういう国だったのかというのをかなりざっくりとお話ししたんですが、じゃあこの琉球が近代の日本へと取り込まれ、そして沖縄県へとなっていくプロセスというのはどういうふうなものだったのかという話を今回はメインにしていこうかなと思います。ここですね。今回は第2回となります。で、この琉球諸文のプロセスをまず最初に図式化してみました。で、今日話すのはだいたいこういう話になるんですけど、まずちょっと説明したいなと思う。この琉球諸文という用語の話ですね。高校の歴史の教科書とかにも琉球諸文というふうな言葉出てくると思うんですが、ただこの琉球諸文という言葉は非常に厄介な言葉でして、実はそのまだ共通の認識というか共通の定義というのはできていない言葉なんですね。例えばその教科書によっては1879年に明治政府が琉球を沖縄県として取り込んだことを琉球諸文と言っているものもあれば、研究によってはですね、一般的に研究の中ではこの1872年から79年までの間の出来事を琉球諸文と言っているものが多いんですけど、その始まりも終わりもかなりこうバラエティがあるんですね。例えば72年から始まったっていうのもあれば、もっと前回やったアヘン戦争から琉球諸文始まってるんだと、それまでの安定していた、東アジア国際関係が崩れて、国際関係の変化によって、琉球は琉球諸文と進んでいったというふうな説で、さらに、周期、終わった時期に関しても、79年で終わるものもあれば、その後の日清間での外交交渉までとか、それからこの琉球の領有問題が最終的に決着を見る1895年の日清戦争の終結までとする説であったり、もしくはですね、未だに続いているという説であるとか、戦後になると例えば、サンフランシスコ講和条約であるとか、それから50年前の日本復帰のことを第2の琉球諸文、第3の琉球諸文というふうな言葉で表されることが沖縄の中ではたびたびあるわけですね。いわゆる沖縄の人々にとって意図しなかった不本意な形で行われた政治決定に対して、戦後は琉球諸文という言葉が当てられてきた歴史があるわけですが、そういった中で琉球諸文というのは続いているんだというような議論もあります。そう考えたときに、この琉球諸文という言葉を強いて定義しようと思えば、日本による琉球ないしは沖縄の併合過程、というふうには言えるんですけども、この総称というふうに見た方がいいのかなと、私は考えています。ただ一方で1879年の出来事を説明する際には、私は意図的に廃留置県諸文という言葉、琉球という国家が敗滅させられ、そしてそれに代わって沖縄県という県が設置される。でその当時の人々はこのことを諸文という言葉で、表していましたので、廃留置県諸文という言葉が、この年の出来事を説明するには妥当かなというところで、ここすごくごっちゃになるところなんですが、この講義の中では一応、琉球の併合過程という大きな意味で琉球諸文と使い、79年の出来事は廃留置県諸文という言葉で表現しながら、説明していこうかなというふうに思います。で、まずは、見ていきたいなと思うところが、1870年代の日本について、ちょっとまずは見ていこうかなと思います。で、明治維新によって誕生した、明治国家日本ですけど、近代国家、西洋に習った近代国家形成をしていく上で、重要になるのが排他的な領土ですね。でここからここまでが私の国ですよというのを、近代国家はカチッとこう決めていくわけなんです。それまで そのなんとなくこうグレーゾーンがあるような世界ではなくて、カチリカチリここからここまでがどこの国だっていう国境を引いていくっていうのが、近代国家の一つ特徴なのかなと思うんですが、例えばですね、北に目を向けると、それまで、もちろん函館近辺に松前藩はあったわけですが、多くの土地が
まあ、いわゆるアイヌと言われる人々の、まあ、国家なき領域だった、まあ、蝦夷地を1869年に北海道領有ということで、まあ、北海道という呼称に変えて、まあ、そしてまあ日本の領土化しています。でさらにロシアとの間で、まあ、雑居地だった、まあ、カラフトですね、ここをまあロシア領とし、そしてこちらの千島列島を日本領とする、カラフト千島交換条約をロシアと1874年に締結することによって、北側の国境がここで、成立します。で南側に目を向けると、1876年に、これなかなかこう学校とかで習わないんですけど、僕は重要な出来事じゃないかなと思うのが、小笠原改修という、小笠原諸島の領有というか、まあ、領土化というのがここで進み、ここで行われます。で小笠原諸島というのは長らく、無人島だったわけですね。で初めて人が住み始めたと言われるのが、だいたい1830年頃に、ハワイから入植した人々が、まあ、住んで、まあ、その後は、まあ、いろんな、ところのルーツを持つ人々が入植しては出ていきというのを繰り返して、非常に流動的な世界だったと。で、まあ、もちろん近世紀にもイギリスとか、それからまあペリーも領有を試みたりしてるんですけど、あとまあ江戸幕府もですね、領有を試みてるんですが、継続的な、領土化というのをやった国というのはなくて、まあ、この1876年に日本が小笠原改修というのを、まあ、小笠原の領土化ですね、領有を宣言したことで、その後現代に至る、まあ、日本の領土としての、まあ、小笠原の歴史が本格的に始まっていくという出来事、まあ、これでまあ北と南の、国境が確定するというのがまさにこの1870年代。で、この領土、国境確定のプロセスの中に、まあ、一つ位置づけられるのが、この南西諸島の琉球ですね。まあ、1879年、まあ、廃留置県処分、まあ、琉球処分が起きるわけですが、まあ、そういった意味では、まあ、いかにどこにこう国境を敷くかという中に、まあ、一つ大きな目で見ると、まあ、位置づけられるのかなというのが、まあ、ここの話です。で、1872年の話からしていこうかなと思うんですが、まあ、明治維新の慶賀使、まあ、慶賀使というのはそれ以前の近世であれば、まあ、徳川将軍が代替わりするごとに琉球が江戸へ派遣していた施設なんですが、今回も新たな政体が、まあ、明治政府という新たな政体が誕生したので、この明治天皇の即位を、まあ、慶賀する施設を派遣してきなさいというふうに、まあ、お達しが琉球に届くわけです。で、まあ、琉球は施設を送るんですけど、東京で、まあ、明治天皇に謁見した際に、琉球国王を琉球藩王として作法するというふうな、に宣言されます。作法という表現と藩という表現、非常にあの、まあ、議論になるところなんですが、そもそも日本はその前の年にも廃藩置県をやっていて、日本中藩がなくなった状態なわけですね。で、あえてそこで藩という名前が出ていると。で、さらに作法というのは、それはもう歴代中国皇帝が行ってきた、儀式を守して、まあ、東アジア的なこの国際関係の模倣といっても過言ではないと思うんですけれど、これをもって、要はそれまでの薩摩と琉球との関係を、まあ、ある意味、明治天皇と、まあ、琉球国王との関係として、まあ、再編していった、出来事といって、言ってもいいのかなと。で、このことを、まあ、これまで結構琉球藩設置というふうに言っていたんですね。まあ、ただ琉球藩といっても、それまでの琉球王国とそんなに違いないというか、ほぼ琉球王国のままなんですね。で、そういう時に、まあ、琉球藩という呼称自体にそんな積極的な意味はあるのかというところで、まあ、あまり最近は琉球藩設置とはこれは言わず、琉球藩を作法という言葉で、この出来事が表現されるんですが、まあ、これ以降ですね、それまで半年ぐらい鹿児島県の管轄だった琉球の管轄は外務省へと位置づけられます。で、まあ、もちろんこれ以前から明治政府の中では琉球の領有をどういうふうにするかと、まあ、要は近代国家というのははっきりとここからここまでが自分の領土というふうに決めていくというのは一つ特徴なんですけど、琉球の場合は薩摩にも従属し、かつ中国にも従属していると、まあ、それを当時の日本では領属というふうに呼んでいたんですが、領属の状態というのは、まあ、近代国家としてもあるまじき事態だろうと。そういった時に、琉球を領土化するべきだという議論もあれば、ただ中国関係を、警戒して、
ちょっとこの緩やかな形で続けていこうという議論と、まあ、明治政府の中でも、まあ、意見が分かれているわけですね。そういった中で外務省管轄機は、まあ、とりあえずじわじわとこう恩恵を与えながら、琉球を取り込んでいきましょうといったような、方針が取られます。ただですね、その一方で、この1872年の段階で西洋諸国に対しては琉球の併合を通達してるんですね。これはあの最近の最新の研究の中で、あの西洋側の資料を丁寧に読み解いたティネロ・マルコさんという方が、まあ、明らかにした事実なんですが、あのこういった国々ですね、まあ、琉球と近世の末期に条約を結んでいたアメリカ、それからオランダの当時、外交を引き継いでいた、まあ、イギリスと、そして、まあ、同じく琉球と、条約を結んでいたフランスと、この3カ国に対して、1872年の段階で、琉球を併合しましたというふうに、まあ、当時の、副島種臣外務卿は、伝えていたということが最近明らかになっています。で、特にアメリカの場合は条約を締結し、かつ批准まで言っていたわけですが、ただ、条約締結国が併合されたといっても、あの、あまり大きく問題視しなかったわけです。まあ、日本政府に対して、琉球と結んでいた条約の内容を、まあ、日本政府が引き継ぐなら、まあ、アメリカは問題視しないというふうに、まあ、回答してるんですね。で、この、明治政府から、まあ、西洋諸国の、まあ、外交行使に対して、行われた通達っていうのは表に出てません。なので琉球側も寝耳に水というか、まずこの時点では知られてないわけですね。で、さらに日本国内でもどうやら知られてないというのが、まあ、最近あの日本国内のこの時期の新聞資料を見ていると、分かりました。多分本当にもう政府のすごく上の方だけでこれが行われているといったような状況ですね。で、一方でその翌年1873年には副島外務卿は琉球にこういった口約束をしています。琉球の国体制体は永久に変更せずと。で、これ最初は口約束だったんですけど、まあ、後々は一応一筆書いて渡していたみたいなんですが、裏ではこう西洋諸国に対して琉球を併合しましたと言っているんですけれども、琉球のまあ士族たちに対しては琉球の国体制体は変更しませんよというふうに、まあ、口では言ってるといったような状態で、まあ、この1872年頃から、まあ、日本と琉球との関係というのは、まあ、じわじわと動き出すんですが、これがさらに一気に進展し始めるのは次ですね、1874年の台湾出兵後の出来事になります。台湾出兵に関しては前回の最後に、琉球人が台湾で、まあ、殺害された事件というのを挙げていましたが、まあ、これに対する報復として、日本は台湾へと、まあ、出兵するんですが、まあ、その後、清国との間での、外交交渉に入っていきます。で、日清談判の中で北京議定書というのを、まあ、取り交わして、で、台湾は、まあ、清国の領土であるというのを、明記する一方で、殺されたのは日本国族民などというような、表現がその北京議定書の中では なされているんですけど、ただこれも非常にあの解釈が分かれるところで、日本側はこれをもって、あ、殺された琉球人のことを日本国族民と清国が認めたというふうに判断したわけですが、清国側からすると琉球人だけじゃなくて、まあ、日本人がまた同じように漂着した日本人が殺されているケースもあったので、それをもってこのことを書いていたわけですが、日本側はこれを一応根拠にして、その後強硬な併合へと移っていきます。で、さらにこの日清談判の直前には琉球の管轄を外務省から内務省へと変えてるんですね。外務省が管轄しているとそれは外交関係になるというふうに判断されかねないので、内務省へと変えることによって、琉球の管轄は、内政問題ですよというような、建前を作っていきます。で、これ以降、明治政府は強硬な併合へと進んでいくわけですが、翌75年の5月、まずは日本陸軍の熊本近代沖縄分遣隊というのを、まあ、設置し、で、翌年には、沖縄へと、まあ、琉球へと派遣しています。まあ、軍隊を送って、まあ、ある種、まあ、脅しをかけているといっても過言ではないわけです。
そして同年の7月には琉球処分官松田道行を琉球へと送り、そして松田は琉球王府に対して耐震関係の断絶、それから明治年号の使用と、そして反省改革で、さらに招待の状況を要求しています。まあ、特に琉球にとって一番大きな要求というのはこの河川を引いている2つですね、耐震関係の断絶と、それから招待の状況と。まあ、やはり琉球王国にとってはこの中国 対中国関係、耐震関係というのは国の後ろ盾として非常に大きな力だ、まあ、力というか、まあ、王権を支える一つの拠り所だった、大きな拠り所だったわけです。で、まあ、これに対して琉球は強く抵抗するわけですね。信徒の関係を切るわけにはいかないというふうに強く抵抗していきます。でさらに76年には裁判警察陣も内務省へと移管するという出来事も起きていると。という意味では、じわ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 こう琉球を併合していく準備がここで進んでいるような状況が見えてくるかなと思います。でこういった日本の強硬な姿勢に対して琉球人たちはどういうふうにじゃあ抵抗していたのかというと、大きな反乱の武力闘争をするのではなくて、やはり、琉球はそれ以前の、大国との間でこううまく立ち回っていた近世という時代があったわけですが、外交力であるとか、それからソフトな形での抵抗というのを続けていきます。まず一つは清国への亡命と救国嘆願ですね。1876年に聖徳子校長館、それから林政公という二人という人々が清へと亡命脱出して、そしてそこで日本政府がこういうふうに琉球を取り込もうとしているといったような、琉球を助けてくれといったような嘆願を行います。これ一つ、その後脱身と言われる運動になっていくんですけど、こういった脱身という行為そのものが、琉球救国運動のメインになっていくわけです。でさらに1878年から79年にかけて、特に琉球と幕末条約を結んでいた西洋列強の国々に対して、請願書を送っています。でこういうふうに琉球言ってるんですね。我々の王国は小さい国家であるにもかかわらず国家であると。で中国から釈放されることを禁止されるならば、締結された条約も紙くず同然となるだろうと。これは条約の条文が一応漢文で書かれていたんですね。そういう意味で、中国の後ろ盾あっての琉球王国だと。でこれに対して例えばアメリカやフランスの、講師たちは、一応本国へも確認を取るわけです。で、結局最終的にはこういうふうな結論に達します。確かに琉球の主張っていうのは、正当だと。しかし、アメリカやフランスはそれをさせる利益がないと。だからこういうところに、当時の、世界というのは、今はですね、一応国同士というのは、フラットの関係なわけですが、近代、それから前近代というのは、あくまでやっぱり弱肉強食の世界なわけですね。でいかにこうどれだけ自分の利益になるかというのが優先されていく世界の中で、琉球がどれだけ万国広報の論理に乗っかって、正しい主張をしていても、我々は対日関係を重視した方が我々の利益になるというところで、これによって日本は、琉球を取り込む上での、西洋諸国の黙認を獲得するわけです。これは大きな、日本にとっては大きな後ろ盾になるわけですね。で具体的な廃留置県処分という出来事になるんですが、1878年11月に、処分官の松田道行は琉球藩処分案という、案を、当時の伊藤博文内務教諭と提出します。これはどういうプロセスで琉球を処分併合するかというところと、それから琉球というこういう場所だというのをこれまとめてあるんですね。でさらに、併合後どういうふうな統治を行うかというのも、これは政府内での基本統治の基本方針になっていく、資料になります。そして、翌1879年の3月27日、首里城で松田道行は廃留置県処分、琉球藩の廃藩置県というふうにも、右の資料では書いてますが、琉球を廃止し、そしてそれに代わって沖縄県を設置する旨を、通達します。
これによって、昭和史の琉球統一から約450年続いた琉球王国は、国の歴史を閉じることになるわけです。で31日には、首里城が、明け渡されます。でそれ以降そこに、まあ、軍営として首里城が使われる時代になっていきます。で4月4日には沖縄県の設置が、全国へと布告され、で翌月には、初代県令沖縄県令である鍋島直義が、着任すると。名前からも分かる通り、鍋島直義という人は、佐賀藩の師範の鹿島藩という、まあ、小藩の藩主だった人なんですね。まあ、要はお殿様だったわけです。まあ、この後沖縄に派遣されてくる上杉持則も、まあ、もちろん米沢藩の藩主だったお殿様なんですが、まあ、やはり正体の代わりとして、日本の殿様を派遣してくるという、まあ、当時異例の人事だったわけですが、まあ、彼らが着任し、で5月27日には、まあ、病気を理由に状況をずっとこう拒んでいたんですけど、まあ、いよいよ拒みきれなくなり、5月27日に正体は、状況、まあ、連行というふうに言っても過言ではないかなと思うんですが、連れて行かれ、まあ、そしてその後、東京に、まあ、ずっと、まあ、住んでいくわけなんですけど、で一方でじゃあ当時沖縄の内部ではどういうふうな士族たちが抵抗運動をやっていたかというと、まあ、ただ県庁にこう教授を示すだけではなくて、まあ、これもやっぱり非常にソフトな形での抵抗運動を続けてました。もちろん外向きには、引き続き中国への脱進を、繰り返しながら、ただ県庁としてもやはりその琉球士族たちの協力がないことには、まあ、県政を運営していけない状況だったわけです。で、県庁に協力しなさいというふうにお達しを何度も出すんですけど、いや我々は今、国がなくなり、そして国王様が東京連れて行かれて悲しみ嘆いております。で働いてる場合ではありませんとか、こういうふうにないろいろ理由をつけながら県庁の命令を、まあ、拒否していたりとか、それから、まあ、裏でこっそりとこう租税徴収していたりとかするんですね。ただ、まあ、これが79年の8月ぐらいに県庁にバレて、そして、まあ、警察を動員してこう、まあ、暴力によって、まあ、制圧されると。で9月上旬ぐらいに当時の琉球の士族たちは、まあ、県庁へと教授を示し、これによってまあ本格的に、沖縄県というものが、立ち上がってくるわけですが、やはり当時の人々がどういう出来事のことを、処分と言ってたのかと、これはまあ、日本側がまあ処分と言っていたというところで、まあ、処分という言葉は琉球側から見たら使うべきじゃないんじゃないかといったような議論はもちろんあるんですが、まあ、ただ当時琉球人たちもやっぱりこの誤処分という言葉を、まあ、一応相手側の用語に合わせながら、まあ、うまく使っていたっていうのが、まあ、資料に残っているんですね。でそういった時にこの処分って何かっていうと、まあまあ、下に書いている2つなんですが、琉球の敗滅と沖縄県の設置、それから、正体の状況のことを、まあ、合わせて処分というふうな言葉で表現していました。なのでこの1879年3月から9月までの一連の出来事というのは、まあ、廃留置県処分、まあ、琉球という国家が、敗滅させられ、そしてそれに代わって、沖縄県が設置される出来事で、さらにそれを当時の人々は、処分と言っていたので、まあ、この言葉で表せれるんじゃないかなと、まあ、私は考えているわけです。で次にちょっと一つの写真を皆さんに紹介したいなと思うんですが、はい、毎度すみません、琉球大学附属図書館のこれまた所蔵資料でデジタルアーカイブで出している資料になるんですが、明治期琉球の写真7葉という資料の1枚になるんですけど、これはどこかというと、まあ燃えてしまっ2年前にですね、火災で燃えてしまった首里城南殿の後ろ側に、御書院という建物があります。これは琉球国王のまあ執務室兼、まあ、プライベートルームといいますかですね。でさらにその御書院の奥にはこういった琉球風の庭園があったんですね。このソテツとかこういった植物を植えて、まあ、庭園化していたと。でここをよく見ると軍服を着た人たちが何人かこの庭園の中に立って写真に写っていると、まあ、多分写真的には、首里城が接収されて以降ここに住めていた、熊本鎮内の兵士たちじゃなかろうかというところで、もともとこの国王のプライベート空間に熊本鎮内の兵士たちが入り込んでこう写真を撮っているという、まあ、非常にこの時代を表す、興味深い写真だなと思って、まあ、結構僕は講義とか、こういったところで紹介させていただいているんですが、まあ、当時の状況を、
表している、まあ、非常に表している、まあ、一枚かなというふうに思います。これはぜひデジタルアーカイブの方でゆっくり皆さんご覧いただければなと思います。で、この後、じゃあ琉球の領土問題ってどういうふうに、変わなっていくのかと。ただまあ、これに対して中国側も、もともと琉球が、琉球は中国に徴工していた国で、かつ中国側からしても索法していた国になるわけですね。が、いきなり日本に併合されたと。で、これに対してもちろん中国側も抗議し、かつ日清間での外交交渉へと入っていきます。これが1880年から始まる文島海約交渉というんですが、これは日本側からすると、日清修好条規の改悪は、西洋列強が中国に持っているのと同じレベルの通商権を日本にも認めてくださいと。でその代わりに、中国の要求である、琉球の復刻というのを受け入れますよといったような、外交交渉になるわけですが、清国側が最初に出してきた案はこっちですね、上ですね。で一方で日本側が出した案というのはこれになるんですが、最終的には、元アメリカ大統領のグラントの、調停もあり、こちらの日本側の案で、両国合意します。沖縄島と周辺離島より以北を、日本領と、日本領沖縄県とし、宮古八重山列島を、新国領として、そしてここに、琉球を、復刻すると言ったような案で、両国一応妥結するわけですね。ただ、この文島海約交渉、棚上げになっていきます。ここには大きな2つの理由があるわけですが、まず1つが、琉球からの脱身士族の激しい抗議ですね。琉球の士族たちからすると、いや、我々は琉球王国そのものの元々の形で、復刻したいんだと。た中で、中国に亡命していた士族たちは非常に激しく、抗議するわけです。で林清光という、一人の琉球士族は、これに抗議して、抗議自決を遂げます。でまた、中国側の、事情を鑑みると、ロシアとの間で伊犁地方という、北部の、とある地域の領有権をめぐって、ずっと、紛争状態に入っているわけですね。で日本とのこの文島海約交渉が始まった時期には、まだ伊犁問題がこう片付いてない、時期で、言ったら、アヘン戦争以降、それどころではない、中国の、状況、新国の状況の中で、日本との交渉をやっている状況になるんですが、入り問題が、一旦落ち着いて、こちらにこう注力できるような、状況が整っていたと。そういった中で、琉球士族たちの激しい抗議もあり、当初は、合意していた、この交渉に、新国側からすると強気の姿勢に転換していきます。これによって、両国の間で、棚上げ状態、琉球の領有問題というのは棚上げ状態になっていくんですね。で、これが結局、結果として、解決というか、決着がつくのが、実は1895年の日清戦争になります。日清戦争の結果、沖縄は事実上日本の領土へとなっていくと。要は、そのさらに向こうの、台湾が、日本の植民地として日本の領土化されることによって琉球列島の領有問題というのが事実上これで解決していくと。でさらにこの日清戦争の結果によって沖縄内部でもやっぱり分かれてるわけですね。琉球この配留地権処分後日本の支配を日本による併合を受け入れるべきだという人々と、それからいえ我々は琉球を復刻させるんだという人々との間で沖縄の内部もこう割れてる状況なんですけど、日清戦争の結果によってこの、日本の支配に抵抗する人々の、活動っていうのは沈静化していき、最終的にはこの日本支配を受け入れて、日本の、都道府県の沖縄県としてのじゃ沖縄県としてはどういうふうに生きていくかといったような時代に、1890年代以降入っていくと。というところで、この話はまた次週以降、次回以降、詳しくやっていこうかなというふうに思います。はい。そういうわけでですね、最初にお見せしたこの図を、かなり詳しく解説してきたつもりではあるんですが、
まあ一概に琉球処分といっても、まあ、いろんな出来事があり、まあ、もちろんここの1879年の廃留置県処分というのは一番大きな出来事であるんですが、まあ、その前後にも、まあ琉球と日本だけではなくて琉球、まあ、日本そして清国とそれから西洋列強も含めた、さまざまな要素が入り混じり、まあ、最終的には1895年の日清戦争によって、まあ、琉球の領有問題というのが、まあ、事実上決着すると、まあ、いったような、事態になっていきます。まあ、これも本当にこの図は簡単に図式化したものですが、はい、どこからどこまでを琉球処分というふうに言うのかというのは、今後も多分議論が続いていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回は、琉球処分について、詳しく解説させていただきました。で次回は、甘くて苦い、黒糖と沖縄近代ということで、まあ、主に、近代沖縄のサトウキビの話をメインに、まあ、経済不況の話までつなげていこうかなと思っています。それでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。